六甲山は、兵庫県南東部、神戸市の市街地の西から北にかけて位置する山海である。瀬戸内海国立公園の区域に指定されており、また新日本百名山、日本三百名山、ふるさと兵庫五十山の一つでもある。一般に、六甲山は、大小の山を含む六甲山系全域を指し、最高峰は特に、六甲最高峰と称される。 山域は神戸市のほか芦屋市、西宮市、宝塚市に属す。山系は南北に狭く、東西方向に長さ数十キロメートルにわたって、市街地の北側直近に迫っており、その山並みは神戸や阪神間また、大阪市内を含む大阪府内からも、天然のランドマークとして機能している。また裏六甲側からの山系も高い山地に、 遮られないこともあり、三田市や三木市、天気が良ければ、小野市、加藤市、加西市、加古川市などの兵庫県中部、姫路市などの兵庫県南西部などからも望むことができる。古くから交通路や観光施設の開発が進められ多くの観光客や登山客を集めている。以下、本校では、六甲三景及びその最高峰について述べる。 北西に位置する乳酸系を含む六甲山地、全体は六甲山地を山系に属する個々の山、施設はカテゴリー六甲山地を参照。六甲鉱山植物園、ホールオブホールズ六甲六甲ガーデンテラス南西端は、塩屋駅付近の明石海峡にほど近いあたりで大阪湾に接し、そこから山陵が北東方向に伸びる。 山系のほぼ中央に位置する、真矢山で方向を東寄りに変え、東名田区と北区の境界に位置する、最高峰を経て、宝塚駅の西方に達する。東西方向の長さは 30km 超であり、南北方向の幅は、おおむね 5km 未満、最深部の最高峰周辺でも 10km 程度で、ある。 北西に続く、乳山系と共に、六甲山地を形成し、西から、北方の西半にかけては、張間平野東部の陰南の大地、北方の東半には、三田盆地が位置する。また、北東方向に、向川渓谷を挟んで続く、北雪山地と共に、大阪平野の北限を作っている。東部の一部を除いたほぼ全域が、神戸市に、芦屋川流域周辺が、 足屋市に、宿川、二川流域周辺及び大多た板川、那地尾川、船坂川流域周辺が、西宮市に、坂瀬川流域周辺が、宝塚市に属している。神戸市と西宮市の地域はこの山系によって、南北に分断されているため、多数の道路、鉄道がこの山系を横断して、市内を南北に連絡している。また、大阪湾に接している。 南西端では地形の制約から山陽電気鉄道本線国道2号 JR 山陽本線が海岸線に沿って数キロメートルにわたって並走している。そのため国道2号ではボトルネックになっており第二新名道路がバイパス道路として整備されている。南に広がる市街地はこの山系に源を発する河川によって形成された合流線上地を 主もとする、中石平野城にある。また、この山系が、北西の風を弱めることが、神戸港を良好とした理由の一つである。最高峰の西にある、神戸市灘区六甲山町の六甲有馬ロープウェイ、六甲山頂駅からマヤ山山頂近くの、マヤロープウェイ星野駅にかけて、多くの文化、保養施設や、ホテルなどが集まって、山上の町を作っている。 その中にある神戸市立六甲山小学校は神戸市内で一番高い標高にある学校として知られており冬の入りの風物詩として他に先駆けてストーブに点火する様子が地元のニュースでしばしば取り上げられる六甲山ホテルの旧館が関西では数少ないクラシックホテルとして名高いほか別荘建築として複数の西洋館が現存している 六甲山、観光六甲ケーブル線の六甲ケーブル下駅、六甲山城駅の駅舎も開通当初の近代建築で、極めて美しい。個々の施設は、テンプレート、六甲山城の名所、施設を参照のこと。一般人の宿泊できる施設としては現在、改装中の六甲山、ホテル、旧国民宿舎マヤロッジ、ホテルド、マヤロッコスカイビーラロッコ YMCA、 神戸市立自然の家オーシャンテラスは自災他数軒がある。かつては、六甲オリエンタルホテル、マヤ観光ホテル、六甲山ホテルと現 YMCA の間の日本庭園に囲まれ、将棋の対局も行われた前ただ氏ハウスなども存在したが、現在はない。跡地には、企業の保養所や会員制の別荘などが散見される。神戸電鉄ありませんより、 西側、神戸市長田区、須磨区内に位置する、高取山、横尾山、八伏山、旗振山などは、須磨ニュータウンと河川によって、主産量と括弧に分断されていることもあり、六甲山とは区別される場合もあるが、全山重層の経路であり、地理上もこの山系に含まれる。アシアロックガーデン南面が急な経道地界である。六甲山の大部分は、 1> 約1億年前に地下部核で生まれた河口岩でできている。第4期100万年前以後の六甲変動と呼ばれる地殻変動によって最高部が900メートル以上に至るまで隆起し現在も変動を続けている。それによって生じた複数の断層が北東から南西に向かって主猟線と平行に走っている。いずれも北西側が東に向かって動く 右横ずれ断層であり、横ずれが起こると同時に、北西側が高くなる傾向がある。これらの断層は、阪神淡路大震災の震源断層である、野島断層などとともに、六甲淡路島断層体を構成している。1932年、京都大学助教授であった、上地寅虎次郎により、丸山断層が発見されるまでは、六甲山の成り立ちは、 地類説で説明されてきており、定説となっていた。これは、六甲山の高い中央部を除いた南北の両側が、陥没して、低くなり、北側に落ちて、谷状の大地になったのが、現在の美の谷から花山、大池、有馬、さらに、生瀬、宝塚に至る、低地帯であり、南側に落ちてできたのが、現在の神戸の市街地であり、ずり落ちずに残った高地が、 現在の六甲山であるという考えである。ところが、丸山少女断層の発見により、地類説とは全く逆の、近くにかかる速報からの圧力により、基盤が上向きに隆起し六甲山を形成したという、説が現在では、主流となった。最高峰のすぐ南から、神戸市内に向かって南西に位置直線に流れる、住吉川の谷が、五条橋断層。 大月断層に相当する。芦ア屋アロックガーデンなどの断崖のふもとにあるのが芦ア屋ア断層。その東側で鉱山の乗っている北山高原を持ち上げたのが紅葉断層と呼ばれている。これらの断層によって南東の西の宮市側からは幅広い階段状に分かれて隆起して見える。なお、六甲山を東西に横断するように貫かれた。 山陽新幹線の六甲トンネル工事では多くの断層破砕体を貫通させることとなり大変な難工事であった山頂部は比較的平坦な地形が広がっておりゴルフ場やホテル、保養所、各種観光施設が点在しているこの平坦な地形は隆起準平原と呼ばれるもので侵食が進んでいない若い山によく見られる地形である北斜面は 比較的緩やかであるが、東西に走る有馬高槻断層帯の一部である、六甲断層によってできた断層谷である、宝来橋や白水橋などの谷で区切られている。穂高湖、大池地獄谷の地獄大滝南部には20程度の水系があり、南流して大阪湾に達する。北部は3つの水系に大別され、東端と北東部への洪水は、 向こう側水系によって大阪湾へ北中部へは加古川水系北西部へは明石川水系によって針真灘へ流入する南部の河川は河口までの距離が短く急勾配な天井川が多いため復流していることも多い灘里の日本酒造りに使われる有名な宮水はそうした復流水の一つである南西部には 六甲山の隆起以前から存在し、主猟線を分断している、先行河川がいくつか見られる。また、いくつかの川沿いには両岸に、幅50メートルほどの公園が、山麓から川口まで整備されている。これら南斜面の河川は、下流の神戸にたびたび大水害をもたらし、その予防を、減災のため数多くの砂防園庭が設けられ、続けている。山中には、 布引きの滝をはじめ、鉱座の滝、鈴見が滝、滝、地獄大滝、有馬48滝など数多くの滝と、穂高湖や、三国池などの湖床が点在している。湖床では、人造湖である、金泉寺湖やカラス源貯水池が、比較的大規模である。六甲山北面沢寺群が、日本の重要湿地500に選定されている。個々の河川は、カテゴリー、 六甲山地と兵庫県の二級水系一覧を参照のこと。全域が瀬戸内海式気候に含まれ温暖勝雨であるが、山上と北斜面は東北北部から北海道南部の気候に似ていて、比較的冷涼で陶器に積雪する。市街地からの距離に比べて標高が高く、山頂付近が高原の様を成しているために避暑地としての利用も多い。 また、複数の植物園が高度ごとに立地しており、特に、六甲鉱山植物園は、山上の冷涼な気候を生かし鉱山植物や、寒冷地の植物を栽培している。六甲おろし陶器に、神戸市の北側に位置する六甲山系から吹き下ろす、風を、六甲おろしと呼ぶ。冷えおろしや、筑波おろし等と同様、冬場の北西からの季節風が山を越えて、 太平洋側に吹き降りる際、乾燥して強く冷たい風となって吹くものである。六甲山はもともと緑の山であった。山頂付近は落葉広葉樹林、その他は昭葉樹林の森で覆われていたのが古代の本来の姿であった。近隣に人が進出するにつれ、伐採利用が行われるようになり、森の二次林化が起こった。江戸時代に入ると、 燃料や資材として、山中の樹木の伐採が進みはげ山化した。江戸末期の神戸港海港は、こうした事象を、さらに悪化させ、明治初期には、地表が露出するほどに荒廃した。当時の神戸港の写真の円形には、草木が全く生えていない、六甲山が映っている。現在の緑豊かな、六甲山からは想像もできない、全山はげ山の姿であった。 わずかに最高峰付近と、寺院近傍にのみ林が残存していたのみである。山地の荒廃により、土砂災害をたびたび招いたことから1895年より、兵庫県が砂防事業を開始した。そして1902年からは、山地の緑化事業を開始した。これは、杉や檜のような商業材ではなく、紅葉樹林を中心とした治水を目的とした。 当時としては、画期的な緑化事業であった。布引きとサイド山が森林浴の森百選に選定されている。また、兵庫の森百選に行きないから、複数選定されている。六甲山には、約1700種の植物が自生する。以下は、六甲山自然案内の会が2006年に発行したパンフレット、六甲山花百選による。なお、 兵庫県立三陰高等学校の環境科学部では、六甲山におけるキノコの研究や収集を行っており、周辺施設や兵庫県立人と自然の博物館などにおいて、標本の展示会が恒例で実施されており、その数は約340種500点以上を超えており、六甲山における生物多様性や気候変動などの研究成果を上げている。 砂防六甲山は、風化化交岩でできた地質であるため、地表から草木が除かれ土壌が流出すると雨により、崩壊しやすい。1938年に、空前の阪神大水害が発生し、大きな被害が出た。これを契機に、翌1939年より、六甲山の砂防事業は、国の直轄事業に移って、今日に至る。 この時期から植林による砂防から、渓流への砂防園庭等の設置対策へと比重が移る。そのため、六甲山は流れる川に砂防の園庭が多い山としても知られる。国による砂防園庭が511基、地方自治体によるものも含めると約1000基に上る。砂防事業による効果としては、1967年の 昭和42年7月豪雨にも阪神大水害を上回る雨量で土砂災害が発生したものの都市化の進行にも関かかわらず被災者数、被災家屋は少なくなっていることが挙げられる。1995年の兵庫県南部地震では六甲山も崩壊地が多数生じ新たな危機が浮き彫りとなった。これを契機に六甲山系グリーンベルト構想が打ち出され、 今日に至っている。看板六甲山系では、広い範囲で、野生のイノシシが生息しており、登山者に目撃されることが多く、住宅地に出没することも珍しくはない。登山道などでは注意喚起の看板などもあるが、一部で、絵付けされているイノシシも折り人を恐れないイノシシも、生息する。2009年6月には、神戸市中央区のキツネ川で、1日以上、 閉じ込められていたイノシシの子供を県の長寿保護員らが救出して山に放された。害獣であり野生動物は自然のままにと生還していたが住民などの声などで方針を転換捕獲後に山に放して論議となった。過去には飼い犬が殺されたり人が噛まれたりしており注意が必要である。六甲山は花崗岩が主体の3階であり 山に降った雨が長い年月をかけて浸透し、露過された水が、伏流水として、地下を流れる多くの地下水脈があり、市街地などの一部で、ミネラル分の多い流水として採取も可能である。また、川となっていく田川の源流ともなる、布引き渓流は、名水百選にも選定されており、1日あたり、 数千数万トンの河川流量を有する天然のミネラルウォーターとして昔から重宝されてきており、その水を水道水として確保するために1900年に完成した布引き五本松ダムから神戸港に停泊する船舶に送られる六甲山の水は赤道を越えても腐らない水として寄港する世界の船舶関係者から称賛され、神戸ウォーターの名で知られた。 また1983年には、ハウス食品から、奈良区の採水場の水源を用いた、六甲の美味しい水の商品化も図られ、六甲山の水の美味しさを世に知らしめることになった。以前には新神戸トンネル内での湯水を汲み取ることが可能だったが後に廃止されており、沼引き渓流でも直接湯水を汲める場所はない。現在では、水の採水場所は限られており、 有料の採水所などがいくつか市街地に存在する。なお、神戸市で用いられる水道水の一部には、六甲山を水源とする布引き五本松ダムや、住吉川の水が使用されているが、ブレンドされた水であり、大半は、淀川からの水である。また、西宮市から流出する宮水は、日本酒造りに適しており、江戸時代後期頃から、その存在が知られている。 日本一の酒造業地帯である灘伊里の酒造りには、欠かせない名水として知られ、多くの酒造会社の井戸がある。宮水は、高度が高く、林岸有量が高く、鉄分が少ないという特徴があり、西宮から神戸市名田区の酒造地帯では、六甲山からの寒風の吹き下ろし六甲下ろしと、三木市などで生産される、山田錦と合わせ美味しい日本酒造りには欠かせない。 最適な水とされている。さらに、宿川、足屋川、住吉川、津賀川、生田川などの河川の急流を活用した水車による精米技術を早くから取り入れたことで大変種質が向上し、奈良の酒の大量生産が可能になったのも、地の利を生かした六甲山の恩恵の一つである。この地帯は、古くから、無子の名称で呼ばれ、無子、津と無子、無子、 六字、無意にしえなどの字が当てられており、日本初期、神宮皇后折衝元年の上には、無古水門の記載がある。語源については、機内から見て、無公を意味するという説が有力であるが、諸説があるという。六甲三前山はかつて、広田神社の領地であり、吉田東後、大日本地名辞書の、広田神社の項に、祭り神明の動作が起源。 三玉天祖無吉姫命と関連して、甲津は、無骨というに、同じとあり、広田神社祭神無吉姫との名称の一致が見られる。六甲の字が当てられるのは、比較的最近で、元禄時代にできた、節洋軍団に見られるのが、初期の例であり、京方年間の、摂津市には、向山一名六甲山の記載が見られるという。古くから、急瞬な地形であることから、 山岳修行の山でもあった。768年には、和気清まろによって再度山山頂近くの南斜面に、大流寺が開かれた。三号は空海が二度参詣したことに由来するという。奈良時代には、律領成果で農地増加を図るために、根伝使用を認めたことに始まる、荘園制度が確立され、中央貴族、大事者、 地方の富豪が山林を開墾して昭円が拡大し、山麓部の森林は菓市や椎からなる上緑樹林から二次、林である赤松林や小良林へと推移した。また、周辺の寺院や、城塞の建設資材を供給するため樹木の伐採や、土地の改変、三陰石などの採石が行われた。平安時代には、末期の1180年、 平野清盛の主導で造営が進められた福原慶の資材は六甲山から供給された。兵士が神戸に拠点を置いたことから源氏との戦いでは1184年の一の谷の戦いなどの戦いが勃発したため六甲山の中原や奥山まで森林が荒廃するようになった。また南北朝時代には1333年のマヤ山、 合戦や1336年の港川の戦いがあった。室町時代後期には、応仁の乱にまつわる1469年、文明元年の兵庫焼打ちなどで後輩が進んだ。鎌倉時代から安土桃山時代には1333年、赤松の利村により築かれた、ま山城ではま山天井寺を城郭として、修築したほか、 1334年再度山上に、多田部城などの山城が築かれた。1580年には、荒木村重が、花熊城にこもって、山城の池田詰置と戦った、花熊城の戦いなどの争いがあり、これらの戦いと復興のたびに、周辺の樹木の伐採などが大規模に行われた。さらに、1590年に、天下統一を成し遂げた。 豊臣秀吉政権時は、向子さんの樹木の伐採がってたるべしとの特性例が出たこともあり、六甲山の陰山化がさらに加速した。一行、1615年の大阪夏の陣で消失した大阪城を採築した徳川幕府による大阪城再築事業では、二大将軍。 徳川秀忠により、石垣の調達を大名に命じて1620年から1629年までの約10年の歳月をかけ、石垣の採掘を行い大阪城へ運び込まれた。なお、各所の藩の名が掘られた、国印石が残る藩出途中で放棄された巨大な残念石が、現在でも鉱山森林公園や六六総長など、西宮市から神戸市にかけた、 東西約6キロメートル、南北約2キロメートルの山麓周辺に放置されており、これらは徳川大阪城登録公斎石城と呼ばれる。江戸時代には山麓の人々が山中の谷奥に溜め池を築き、牛の飼料や屋根にふくかや燃料の焚き木や土壁などの様々な生活物資を求めて奥地にまで及び荒廃はさらに進んだ。 合わせて、山火事も多発することとなって、明治初期には、六甲山一帯はゲ山で、ところどころに、芝草が生育している程度まで人々の手で、荒廃された山であったとされる。三国池。あぜに、グルームの山荘があった、記念碑対等の象形。別荘、山荘と保養所の町現在の六甲山観光は、明治時代以降に、 神戸外国人居留地の欧米人によって開発されたハイリゾートに始まる。山頂エリアにはイギリス人グルームラにより造成された日本で最初のゴルフ場である神戸ゴルフクラブがある。山頂エリアの山道はシェール道、シェール槍、アゴニー坂、ドゥントリッジ、トゥエンティクロスなど当時の外国人により命名されたものが現在も使われている。 開発とともにゲ山化も進み、1881年に神戸を船で訪れた牧野富太郎が六甲山のゲ山を見てびっくりした。はじめは雪が積もっているのかとも思ったという感想を記すほど状況が悪化していた。明治政府から派遣された巡査士は六甲山を土砂が流出し、山は骨と皮だけになっていると語り、 河川の氾濫を防ぐため植林を実施する必要性があることを訴えた。1895年の大水害を契機に防災工事が実施されることになり、緑化を目的とした山腹工事が六甲山系東側の坂瀬川上流で開始され、砂防園庭などが建設された。1896年に神戸市でも大水害があり、同年の河川法、 翌年の1897年の砂防法、森林法の制定に伴い、1901年、神戸市でも本格的な六甲山での緑化を呼び、災害対策が開始され、植林調査が開始された。1902年から1912年まで、年々少量の補食を施して1915年までに、神戸市は、 産地約600ヘクタールに合計約334万本を植栽した。松、ヒノキ、クヌギ、スギ、カシ、クス、ヒメヤシャブシ、ケヤキ、ポプラ、ハゼノキ、クリ、カエデ、コブシ、イチョウなど、多種多様の樹木の植栽と手入れを継続して行い、それらは昭和初期の頃まで続いた。神戸や大阪など、人口の多い都市部に隣接した。 六甲山の開発は、官民が競って争う場となった。また、第二次世界大戦前から阪神急行電鉄と阪神電気鉄道は、当時から敵対するライバル同士でありこの六甲山の開発事業もしのぎを削ることになる。あとに、阪急系となる六甲山ホテルが1929年に、 六甲山発の本格ホテルとして開業し、1931年に阪急系の六甲登山架空作動が先行開業した。翌年の1932年には、阪神系の六甲越、有馬鉄道六甲ケーブル線が開通し、それに合わせるように1934年に、阪神系の六甲オリエンタルホテルが営業を開始し、私鉄大手2社による、 本格的な六甲山上への観光客の争奪戦が始まることになった。また、六甲山上でのバス認可などでも、両者の激しい攻防が繰り広げられた。神戸市では1929年民間からの鉄道やバスなど、各種の開発要請のある中、市の瀬山一帯を理想的の大公園と化する計画をし、道路整備や公園の整備、山上には、 植物園や高山植物園などの開発計画を練っていた。明治から順次緑化整備が進められていた六甲山であるが1928年の山火事や1938年の阪神大水害における各地での甚大な山腹崩壊、さらには太平洋戦争の激化で再度後廃の道を歩むことになる。なお、 1909年から1932年にかけては、大谷洪水が、六甲山麓の通称、岡本山に建設した別邸である二学層があり、各施設内をつなぐための三本のケーブルカーまで設置された壮大かつ華麗な邸宅が存在していた。1944年に、戦争の影響で、 六甲登山架空作道と六甲越、有馬鉄道六甲ケーブル線の双方の路線が不要不急線に指定されて運行が休止された。六甲越有馬鉄道六甲ケーブル線は設備の撤去がなされないまま戦後を迎えたため、その後営業運転を再開できたが、設備の撤去がなされた後でロープウェイを失った阪急側は、 六甲登山架空作道の復旧の代替として、マイカーブームを見越した上で、表六甲ドライブウェイの開発整備を、神戸市と協力することで、そのドライブウェイを使った阪急六甲駅から直行の三条行きの阪急バスを運行する運びとなり、失ったロープウェイの代わりとなる六甲三条へのアクセスを確保した。戦後、六甲山の復興に、重要な役割を果たしたのが、 阪急電鉄の創業者である小林十三であった。小林は持ち前のアイデアを発揮し、戦後に荒れ地となってしまった六甲山復興策を練った上で、兵庫県や神戸市などへ各種の折衝や提案などをしたとされ、今日の六甲山開発の功績者でもある。山頂付近は第二次世界大戦中より、港湾都市である神戸山崎を防衛するために、 日本陸軍の校舎法人地が設けられた。戦後は、米軍の進駐により、校舎法人地は米軍に接収され、そのまま通信基地となった。大型のパラボラアンテナが設置され、1992年に返還されるまで約半世紀にわたり、近畿地方唯一の在日米軍施設として、民間人の立ち入りができなかった。米軍より返還後も、 山頂付近の片隅に、米軍施設時代より、はるかに、小規模な自衛隊6個無人通信中継所施設が、置かれている。普段は無人だが、阪神淡路大震災後の自衛隊の、救援活動時には、特設無線中継所として一時的に有人化され、施設増強が図られた。神戸市外に隣接していることもあり、山頂エリアへは、ケーブルカート、 山頂バスを乗り継ぎ、歩いて到達することができる。また、山頂バスからロープウェイで山を越えていくと、有馬温泉に至るという、観光場を恵まれた立地である。山頂エリアには、様々な文化、保養施設があり、企業の保養所や、個人の別荘も点在して一つの街が、形成されている。また、近畿自然歩道をはじめとする多数のハイキングコースが、 整備されており、西隣の真谷山には、日本三大夜景として知られる塚星台がある。この海岸線に迫る六甲山系に迫られ、東西に長く狭い市街地を形成する神戸市は、鈴蘭台の開発や六甲山系西部地域の山地を開拓し、その開発地周辺のインフラを整え、地下鉄などの公共交通機関も整備した上で、 住宅地として開発し、スマニュータウンなどの町づくりを行った。また、そこで得られた産地を削った土砂を、ベルトコンベアなどで運搬し、海岸埋め立て地用の土砂にすることで、ポートアイランドや、六甲アイランドなどの人工島の造成や、湾岸エリアの埋め立てを行い、海上にも、新しい都市を作ることで、神戸市の経済的発展に大きく寄与する運びとも、なった。 なお、神戸市ではこれより、先の1960年にはすでに灘区鶴カブトに存在した鶴高山を宅地造成して鶴カブト団地を開発しており、その土砂は地下ベルトコンベアで、神戸東部第一鉱区や第二鉱区に運ばれ湾岸埋め立て用土砂として使用されている。同様に、1963年には東灘区の渦、森山を切り開き、 住吉川沿いに専用ダンプカー道を設けて土砂が運搬され、渦森大団地が完成している。これら六甲山の資源を湾岸開発や、宅地造成などに用いた神戸市の開発事業は、山、海へ行くと称された。一軒茶屋の石碑江戸時代までの登山は山を、新大山として、山頂を訪れる信仰登山が多かったが、六甲山には、 そのような大きな振興対象はなかった。しかし山の北側には有馬温泉があり、海岸の漁港から温泉街に新鮮な魚を運ぶための魚屋道が山頂のすぐ横を通っていた。魚宿の休憩所として山頂近くに一軒茶屋があって、現在でも登山者の憩いの場として営業している。西洋式の登山としては1874年に、 ガウランド、アトキンソン、佐藤の三人の外国人パーティが、ピッケルとナーゲルを用いた、いわゆる近代登山を、日本で初めて、六甲山で行った。ガウランドは1881年に槍ヶ岳と前、穂高岳に登山して、日本アルプスを命名した人物で、佐藤は、富士山に最初に登った、外国人としても知られる。1910年には、 日本初の社会人山岳会である神戸徒歩会が結成された。また1924年にヨーロッパ帰りの藤木93らによって結成されたロッククライミングクラブは岩山である六甲山を活動の場として日本の登山会に初めてロッククライミングを紹介する役割を果たした。加藤文太郎も所属した山岳会である。 六甲山地南斜面の河川は、下流の神戸にたびたび大水害をもたらし、その予防を、減災のために、六甲山地における近代登山確立後には、数多くの砂防園庭が設けられ続けており、かつてのような沢登りの趣は失われ続けている。同様に、近代登山発祥期には、伐採、荒廃が進んで優れていた、稜線、峰からの見晴らしも、 同様な防災を目的とした植林成長に伴い失われ続けている。六甲山の東西に長い山系を縦走することも登山コースとして知られている。この縦走路は加藤文太郎ゆかりのコースである。神戸市主催大会での縦走路はウ浦公園から宝塚駅までの約 56km である。毎年六甲前山縦走大会が開かれる。 11月に、神戸市主催の大会が、3月第2日曜日に、兵庫県勤労者三学連盟主催の大会が、3月最終日曜日に、ひよこと山開主催の大会が開かれるほか、企業や個人で行われることも多い。大会に参加すると、前の人を抜けない、細い道が多いため、重装時間は10から15時間以上。大会では難しいが、中には、 六甲五十六キロメートルを六時間程度で走り切る、猛者もいる。神戸市主催の十一月の大会では、走ることが、大会ルールで明確に禁止されているが、昨今のトレイルランニングブームのためか、このルールを守らない者が多く見受けられ、トレイルランナーのマナー低下が懸念される。六甲全山重走路君ん影ロックガーデン重走路の、 ルートや高度差などの情報の掲載された地図は神戸市で販売されている。神戸市近郊の山々では近隣住民による毎日登山が大変盛んであり、山上の茶屋などに登山の履歴を記帳するノートが設置されている山も珍しくない。高取さんの毎日登山が有名である。再度山では1905年頃から山歩きを楽しむ居留外国人たちが 全スケ茶屋にサインをする習慣が根付き、これが広く定着したものとされる。毎日の登山回数を競い合うもので、現在でも続いており、全スケ茶屋後には、毎日登山発祥の地の石碑が1978年に建てられた。当初は、毎朝登山と呼ばれ、大正時代には400以上の登山団体があったと、される。 2006年に開催されたの時陸兵庫国体の重装競技でも、神戸市立布引中学校からスタートして、北向きに登り途中から、全山重装路に合流、真矢山山頂のゴールに至るコースが採用された。神戸市では、神戸市民さんの会毎日登山、累年成績表彰式を恒例で行っており、11の山筋で季節を問わず、 年中無休で毎日登山をしている市民を表彰している。これまでに2万2000回登山を超えている強者もおり、その回数が突出している毎日登山愛好家もいる。六甲山系の登山道は無数にあり、多くの主要な道は名前が付けられている。ロックガーデン中央領、魚屋道現在、最もポピュラーなハイキングルートは、足屋川から、 高座の滝登山口を経て、ロックガーデン中央領を登り、吹雪岩で魚屋道と合流し雨が峠を経由して、最高峰に至り、有馬温泉に下るものである。魚屋道古くから使われてきた横断路である。阪神側から有馬温泉へと抜ける最短の道であり、温泉街へ瀬戸内海の新鮮な魚介類を届ける魚屋が使用した道であることから、 この名前がある。全長1 2トルいくつかある、有馬街道の一。石切道六甲山の加工岩を石材として、切り出して運搬した道である。切り出した石材を加工した河原の加工場が、石屋川であり、そこで加工した石材が、三影浜から積み出されたため、三影石の名称が生まれた。産業規模で三影石を新規に切り出すことは、 昭和中期に打ち切られており、石屋川住吉川水系三本三陰石の新規入手は相当に困難である。徳川道慶応3年12月7日に開通した西国街道の迂回路。兵庫港が開港されることとなり、外国人との不都合な接触を恐れた幕府が作ったため、徳川道の名がある。全長約キロメートルで、総予算額は、 当時の貨幣で36,189万6両であった。兵庫公開港と、同1日12月7日に開通したが、同時期に、江戸幕府が崩壊し明治新政府となり、参勤交代がなくなったため、徳川未知が公式に使われることはなかった。その後、慶応4年8月13日付で廃止され、使う人もヘリハイ道となった。 さらにスズランダイやスマニュータウンなどの大規模な宅地開発が行われたため、スズランダイより西の区間は白川に痕跡が残る以外、道跡はほとんど失われている。しかし、ソマタニ登山口から森林植物園の間約 4.7km は、マヤ山周辺の登山道として再整備され、徳川道を歩くことができる。 かつて1970年代に神戸市が整備したハイキングコース級太陽と緑の道はこの徳川道をベースにしていたものもあった。シュラインロード別名、唐ツ道、行者道。江戸時代の北雪と灘を結ぶ環道。当時、辻斬りや野党が横行したため道中の安全と行商の商売繁盛を祈願して石仏家が多数安置され。 行者道と呼ばれる道が混流された。明治以後、神戸外国人居留地の外国人たちが、この道をハイキングした際に、多くの祠にちなんで、シュラインロードの名を付けた。アイスロード、六甲山頂付近の地藩にあった氷室に貯蔵された、氷を運搬した道。後世、アイスロードと称せられるようになった。 20クロス、布引き谷の渓流図体に左岸と右岸とを渡り返すことが20回に及ぶことから、この名がある。現在は布引きダムが完成し、ハイキングコースも整備されているため、渡り返すのは数回になっている。前山に登る登山道の一部として使われることが多い。カスケードバレー、津賀川支流のソマ谷川に設けられた、 長峰園庭の岩側にあるソマタニ登山口より、マヤ山と長峰山の間を流れるソマタニ川沿いに、谷間を登る。途中、ソマタニ川に設けられたマヤ園庭、マヤ第二園庭、マヤ第三園庭の横を通過、また、何度も、ソマタニ川を横断する。ソマタニ峠で、奥マヤドライブウェイと合流。休憩所やトイレのある峠からは、ホタカ湖岩下に広がる。 この道は、徳川道の一部でもある。真矢山に登る、登山道の一部として使われることが多い。上野道真矢ケーブル駅の西側の登山口より、ケーブル路線西側の尾根筋を登る。登山口付近は五木城展望公園と命名されている。登山道は、ケーブル二次駅付近を経由し、真矢山頂に続く尾根筋を登ると、旧天井寺に大門前で青谷道と合流。 廃寺跡の長い石段を登ると、マヤ史跡公園として整備された、旧天井寺境内。ここで、道は二手に分かれ、天狗岩やマヤ山頂の三角点付近を経由する、尾根道と、塚星台へ、最短コースとなる森林浴コースのどちらかを進み、塚星台に至る。この道は、旧天井寺の表参道として使われていた道の、一つ。 青谷道名々区城の下通りの西郷川に架かる橋の東隣にある登山口より、川沿いの谷間を登る。観光斎園の静か園付近までは、コンクリート舗装の整備された道が続く。さらに青谷川沿いの谷間を登っていくと、明けぼの茶屋、成田不動明王、大日大政不動明王、滝修行の場であった不動の滝がある。 不動の滝を過ぎると急な途半となり、一気に高度を上げて、旧天井寺跡との二王門前で上の道に合流する。この道は、旧天井寺の表参道として使われていた道の一つでもあり、真や山に登る登山道の一部として使われることが多い。多発する六甲山での遭難市街地から近いこともあり手軽に登山が楽しめる。 地理的条件を備えるが、急旬な場所もあり毎年六甲山で遭難する、事例が後を絶たない。滑落や転落は、もとより、道に迷ったり午後から登山を開始して明るいうちに、下山できず、懐中電灯等を装備していないために、日没後に一歩も動けなくなる事例が多発している。六甲山は、手軽な登山コースであるが山を甘く見ることなく、 十分な注意が必要である。六甲山からの阪神地域の夜景兵庫県道82号、山口朝鮮坂からの大阪平野、眺望六甲山城からの眺望は明けた景色を望むことができ、西の明石海峡大橋や淡路島や張馬平野、その海岸線に迫る六甲山系が見て取れ、南には、金剛山や泉州地域の海岸線、関西国際空港、 神戸空港、紀伊水道の友ヶ島なども望める。東には、生駒山や大阪平野一帯、大阪国際空港などの眺望が可能で、淀川や大阪市内もはっきりと見ることができる。空気が澄んでいればさらに遠く四国、中国山地や丹波高地、紀伊半島の紀伊山地の山並みまで見ることができる。また直下には、神戸の市街地や臨海地帯が迫って見えることもあり、 その山上からの高低差とスケール感のある広角な視界が得られることにより大変見晴らしの良い眺望が可能で多くの観光客が訪れるスポットである。境を見下ろせるところどころには展望台が設置されており六甲山から見下ろす夜景は日本三大夜景の一つとされ夜景の美しさを表現する際によく用いられる。 100万ドルの夜景という言葉の発祥とされている。これはそう言われるようになった1950年頃、山頂から見えた一帯の伝統の1ヶ月分の電気代がおよそ100万ドルだったからであるが、2005年に改めて関西電力の協力も得て、現在の電気使用量、料金、レートから計算し直し、今では、 神戸一千万ドルの夜景と称されている。スカホ市内は、真マヤ山山城にある展望台。最高峰西方の六甲山城東端に位置し、東南方向に展望が開けている。商業施設六甲ガーデンテラスがあり、六甲山カンツリーハウス、六甲アリマロープウェイへ、六甲山城駅が隣接している。六甲ケーブルの六甲山城駅近くにある。 展望台で1981年に昭和天皇が来訪したことを記念して、展覧台と命名された。六甲山展覧台のパノラマ夜景写真、ビーナスブリッジは、諏訪山の中原、標高約160メートルにある螺旋橋。近世台と呼ばれる展望台と共に、諏訪山公園を構成する。八巻展望台は、表六甲ドライブウェイ途中にある駐車場の整った。 展望台。布引きハーブ園は新港ベロープウェイ風の丘駅と、布引きハーブ園駅間にある植物園。足湯道路や兵庫県道82号、大区西宮線などからも、市街地などの眺望が楽しめる。六甲ケーブル六甲山上循環バスなお1931年から1944年に、かけては、半球冒険会社の六甲登山架空作動による、 作動線も六甲ケーブルに並行する形で存在していた。六甲山トンネル南側入り口平野交差点。ありがとうございます。